ロサンゼルス日系コミュニティのニュースをハリウッドからお届けするソーカルジャパン。お休みの手島に代わって小島彩乃がお送りします。早速今日のラインナップです。今週の日系ニュース、まずは日米文化会館の35周年祝賀ディナー、佐渡のお酒の公演と試飲会、バレー日系人コミュニティセンターのお盆祭りです。スポーツ、地元のイベント情報などもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずは日米文化会館 JACCC の祝賀ディナーです。今年はアメリカと日本の架け橋となった人たちが表彰され、華やかな夕食会となりました。ご覧ください。6月27日、日米文化会館の35周年祝賀夕食会がロングビーチで開かれ、日本の元官房長官の河野洋平氏、その息子で衆議院議員の河野太郎氏が、長年にわたりセンターと日本の関係強化に協力してきたとして名誉賞が贈られました。賞をいただくなんてことはもう本当に恥ずかしいんで、なんていうか決まり悪いというか恥ずかしい思いです。でただ私はロサンゼルスにはすごく深い思い入れがあって、子どもの頃からロサンゼルスが日本との架け橋として非常に重要な場所であると。で特にロサンゼルスの日系人の方々が日本の戦後の立ち上がりに大きな役割を果たしてくれたというふうに思っていて、いつも感謝の気持ちを持っていました。 JCCC がロサンゼルスあるいはこの地域の日系人のコミュニティの中心的な役割を果たしてくれていますので、ロサンゼルス周辺の日系人社会との日本との交流を少しずつ強めていきたいと思ってますし、今日米関係というのは経済もそうですし、安全保障の分野でもそうですし、あるいはいろんな文化の面でも交流が非常に強くなってきましたので、この動きをもっともっと強めていきたいと思っております。またガルセッティロサンゼルス市長の父親で親日派として知られるギル・ガルセッティ氏も表彰されました。 The connection is just a love and respect for Japanese people, the culture and the nation. I have a book that I just produced. It was a 5-year effort, about 12 visits to Japan, and it goes to the question of why are the Japanese so uniqueAnd their reverence, respect, and need for beauty. And what can we learn from the Japanese people and culture that might make us just a tiny bit better as a people or nation? 日米文化会館はロサンゼルスで日本文化を普及するために日本に関するセミナー、展示やコンサートなどを開いています。年に一度の資金集めのパーティーには地域社会の支援者およそ500人が集まりました。はい、続いてはお酒です。新潟県佐渡の米と美味しい水を使った高級な日本酒がアメリカで紹介されました。その酒のレクチャーと試飲会です。6月25日国際交流基金日本文化センターで日本の酒蔵を営む小畑留美子さんによる酒レクチャーが開催されました。新潟県佐渡島で120年の歴史を持つ酒蔵、小畑酒造の専務取締役を務める小畑さんは、日本酒と故郷の魅力を伝えようと世界中を飛び回っています。講義では、佐渡島の廃校となった小学校を酒蔵として蘇らせ、国内外の希望者が酒造りを学べる研修施設として活用していることなどが語られました。お酒っていうのは生産地を伝えることができるツールだと思ってますから、私もこう自分のお酒を旅する地酒って呼んでまして、お酒を飲んだ人が生産地を訪れてみようって思うことによって佐渡島に来てくれる地方が、世界とつながるこうきっかけになると思うんですよ。地方なんだけれどもグローバルな考え方をちょっとずつ持っていくことによって、これから違う未来を築いていけるんじゃないかなと、何かこうそこのこう一つの役割を果たして
ていきたいと思っています。またこの日は酒ソムリエの松本裕二さんも登場し、日本酒のタイプによって合う料理を分類しグラフにして紹介しました。レクチャーの後はお待ちかねのテイスティングタイム。参加者は小畑酒造を代表する日本酒マノツルの香りや味わいを堪能しました。This one, the Negori? Yes, it's very, very good. And typically I do not like the Negori, but this one I liked very much. It was very mild, very smooth, and good to the palate. The lecture was great. Everybody was very informative on the process of how they make the sake and the types of mold that they use. I know that doesn't sound very interesting, but I find it interesting. I was going to try to make some at home. 大人気だった酒レクチャー。センターのレクチャーシリーズで過去最高の100人以上が参加したということです。はい、大盛況だったようですね。さて次はお盆祭りです。一足早く日本の夏祭りが開催されました。どんな様子だったんでしょうか。どうぞ。6月20日バーバンクの北サンバレーにあるバレー日系人コミュニティセンターでお盆祭りが開かれ、浴衣や法被を着た人たちが集まりました。60年以上前に作られたこのセンターでは、1週間を通して日本文化のクラスが開かれており、室内では柔道や剣道などの日本の武道が披露され、日頃の稽古の成果が発表されました。またかき氷、焼きとうもろこしの屋台、お祭りには欠かせないゲームのコーナーなど、家族連れでにぎわいました。That's really fun. This is like, I came here when I was little, and so this is my second time. I'm like 25% Japanese, and so I don't really get to do this a lot because I'm from Arizona. So it's really cool being out here with my aunt. So I went to Japanese school here. My dad went to Japanese school here, so we've been coming forever. And now the next generation's coming too.3世も4世も5世も人もいるし、でもやっぱり自分のね、日本人のプライドがないとこのセンターも続いていかれないんですよ。小さいセンターでも柔道も剣道もね、民踊りもありますから、来て見てくれたら、やっぱりメンバーになってくれたらいいと思いますけど。お祭りのメインは何といっても盆踊り。音楽と太鼓に合わせて1ヶ月前からセンターで踊りを練習してきた人も、飛び入り参加の人も一緒になって踊りました。一足早く行われた夏祭りはたくさんの笑顔にあふれ、活気に満ちていました。そろそろ夏本番ですね。以上ニュースでした。 CM の後はスポーツです。今週のスポーツ情報、ドジャースの試合日程です。来週は7日連続のホームゲーム、イベントも盛りだくさんですよ。6日からはフィラデルフィアフィリーズとの4連戦、10日からはミルウォーキーブリュワーズと3日間対戦します。そして来週7日は毎年恒例のドジャースジャパンナイトが開催されます。2000ウィーククイーンたちが登場し、LA 祭り太鼓の迫力あるパフォーマンスが会場を盛り上げます。ハローキティのファーストピッチにも注目です。また野球を通じた日米親善の貢献を評価され、春に旭日中受賞を受賞したドジャースの元オーナーピーター・オマリー氏への叙勲伝達式も行われます。以上スポーツでした。さて次は UTV の番組の今月の見どころをご紹介します。月曜日は大人気放送中、連続テレビ小説アマちゃん。火曜日はドクター X のシーズン2が21日に最終回、28日からは死神くん、好評につき再放送いたします。水曜日はグッド地球便を再開しました。金曜日から水曜日に変わりました。木曜日は大人気刑事ドラマ相棒シーズン13、今シーズンも後半に突入、目が離せません。金曜日は秘密のケミン賞、
ユニークな県民性を紹介します。皆さんの地元が取り上げられるかもしれませんよ。土曜日は幕末の青春群像劇、大河ドラマ花もゆ、日曜日はガリレオシーズン2、天才物理学者湯川准教授が挑む珍事件の数々、あなたは推理できますか？さっぱりわからない。毎日日本からの人気番組が見られる UTV のプライムタイム、今月も見逃せませんね。そして UTV のオリジナルコンテンツ、教えてビバグルメの放送時間が変更になりました。シェフがプロの味を一般の主婦に伝授する料理番組、教えてビバグルメの新エピソードの放送時間が第1土曜日の午後6時30分になりました。また第2、第3、第4土曜日にも再放送がありますので、見逃した方にはそちらでもご覧いただけます。ビバグルメでは出演者も募集しています。ご希望の方は氏名、年齢、電話番号、プロフィール写真と得意料理を添えて、ご覧の E メールアドレスまでお送りください。たくさんのご応募お待ちしています。 UTV では24時間日本の番組をお届けしていますが、その英語の番組表は無料雑誌ジャパンコネクションに掲載されています。毎月ロサンゼルスで日本に関する話題をお届けする無料英語雑誌ジャパンコネクション、ロサンゼルス日系社会のリーダーたちへのインタビューはアイウィットネスニュースのアンカーデイビッド・オノさんです。第二次世界大戦中に12万人の日系人が強制収容されたハートマウンテンのドキュメンタリーザ・レガシー・オブ・ハートマウンテンのプロデューサーとライターとしてエミー賞を受賞しました。こちらは8月2日日曜日午後6時30分から UTV で放送します。特集は可愛い iPhone ケースやアクセサリー、キャラクター商品など新商品を送り出す大阪のサンクレスト社長上田実さんです。ジャパンコネクションの2ページには UTV の英語番組表が掲載されています。ロサンゼルス近郊の日系、中国系、台湾系のスーパー、レストラン、図書館などで手に取ってみてください。続きましてはローカルイベント情報、国際交流基金からのお知らせです。どうぞ。LA 東京会主催、冬季パラリンピックスキー競技の金メダリスト帯名田邦子氏講演会が7月12日日曜日午後2時30分からリトル東京のユニオン協会で開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。 JBA 南カリフォルニア日系企業協会主催の教育文化支援プログラム第22回チャリティーゴルフトーナメントが7月18日土曜日タスティンランチゴルフクラブで開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。南華キリスト教教会連合のアーサー・ホーランド徒歩によるアメリカ大陸横断達成記念講演会が7月18日土曜日と19日日曜日、ご覧の場所で開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。ソーカルジャパンは UTV のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。